でスタッフが用意しました笹飾り、その飾りとして使われておりました大好きなおやつも2頭は喜んで食べているようです。ただいまご覧いただいております1歳の双子パンダ海浜良浜ですが、本日その左隣にはお母さんパンダの良浜がやってきております。さらに一番左端の運動場にはお父さんの永明もご覧いただけます。どうぞ皆様パンダファミリーをぐっくりご観覧ください。今年の春に永明と良浜の自然交配が成功いたしました。この夏元気な赤ちゃんが誕生し、パンダファミリーの幸せの輪がさらに広がることを願っております。それではこれをもちましてパンダファミリー七夕イベント赤ちゃん誕生を願っても終了いたします。この後もアドベンチャーワールドでどうぞごゆっくりお過ごしください。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。それでは最前列に来てくださいましたお子様、まずはご家族のもとへと一度お戻りください。それでは混雑も解消されておりますので、ただいまよりスタッフがピンク色のロープを全て取り外してます。